ちごおさげです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。2023年2月23日にスミカの、ロックバンドスミカのギタリスト黒田さんがですね、黒田純之助さんがですね、ね、秘宝が入りまして、でリクエストいただいたんですけど、なんかちょっとこの方のファンの方がいらっしゃるみたいで、でこの原因っていうのが発表されていないんですね。で彼の点でもちょっとおかしな点が多くて、 MH さんと何か交流があったのかなっていうところをちょっとわからないんですけどね、すごく不自然な点が多いです。34歳でね、亡くなっています。コーラスも担当してたということで、まあ本当にね、死因については発表されていません。で前の日にですね、ね、どの作品も大事な宝物です、20丸、ぜひよろしくお願いします、ニコちゃんマークびっくりマーク、特典映像ではひたすら遊び倒させてもらいましたので、そちらもぜひびっくりマーク笑いというふうな感じで、ねえされていますね。スミカの方からもやっております。で2023年5月には横浜スタジアムで10周年を記念したアニバーサリーライブも決定されており、その特設サイトではライブに向けてでなく次の 10年への意気込みも語ってらっしゃいました。これからっていうかね、10年一区切り、次の10年へ進むために終わりを作る、次の10年に進むために終わりを作る、全部自分たちで言い出したやりたいことの一つです。横浜スタジアムでワンマンライブはこれ以上とない最高の舞台です。スタジオでライブするバンドへの憧れはその場所にも憧れというよりもそれをやるだけの人間力に対して抱いたものだと感じています。二度とこんなことができないかもしれないと、これまでのバンド人生を全部乗っけて、そういう気持ちで挑みます。その瞬間をぜひあなたに見てほしいと思っています。次の10年を始めるために、持てる力を全部使って挑みます。一緒に笑って11年目を始めましょうね。20丸、黒田純之助となっています。すごくね、何か重大な病気を抱えていた、メンタルが落ちていたともう思えないような、過去にもご病気というふうな情報もなかったということで、もう突発的なものなのか何なのかというね、教員を目指していた方なんですけどね、落ちてしまったということで、バンドね活動してね、10周年、やっと10周年、本当にこれからっていうことで、メンバーもね、ちょっとなんともね、言えないような気持ちで、本当にありがとうというコメントを出されています。今後もね、残されたメンバーで、スミカとしてバンド活動を再開していくことになると思いますが、ね、何があったのかっていうことで、ちょっと占っていただきたいんですけどっていうことで、後日ねタロット占いでまたちょっと詳しく情報を教えていただきたいですって、私もねちょっとあまり黒田さんのことをわからないので、そのことをね、教えていただきたいですっていうことだったんでお伝えしてるんですけど、そしたらまた少しねあれかなと思うんですけど、ちょっと簡単にカード1枚引きぐらいで占ってみたいと思うんですが、ね、
これからっていうところで、MS さんと一緒ですよね、なんかね。で、なんかあったんだろうかって感じてしまうんですけど、はい。1枚引きって言ったのになんか随分取れてしまいましたけど、まず最初これでしたね、これ。26番、33番、2番。はい、いいですか？見えます？はい、このようなカードが取れました。で、最初に出てきた26番、もう本当に早いうちに出てきたんですけど、そうですね、すっごいでっかな愛です。でっかな愛、何かね、プロジェクト、ダンス、こうなんていうかな、導く、羽ばたく、羽ばたくハートね、光が、こぼれ落ちる、何かこう大きな働き、導き、で33番、はいはい、平和、内面、混乱と内、まあ、外側の混乱と内側の平和、雑念を取り除く、だからちょっとこの外側が慌ただしくなってるけど、中の平和を取り除くために、自分のマインドをコントロールするっていう感じでしょうか。はい、で2番、ちょっと耳すまして自分のエネルギーを注入するっていう感じですかね。で2番、豊かさの根源、はい、これ豊かさの根源、はい、深く根を張って安定している感じ、自分をしっかり固定、人生の安心感を得る、豊かさを信じる、はい、もう本当に世界限りない可能性に満ちていて、内側の外側の状態に関わらず、あなたの信念を与えてくださいって、あなたの信念で外側の状況に関係なく、すごい深い愛を感じます。で、外観の技、このね、いろんな状況に関して、実現させ、何かを実現させるために、あなたの人生で大切なものを実現させるために踏み出しなさいっていうカードになります。本当に。はい。だから何かしら彼には思いがあったんじゃないかと思うんですよ。同じですよね。MH さんと同じ。なんかこう動いていたんじゃないかな。羽ばたいた。羽ばたいた。愛のもとにハート。すごいこう愛あふれるハート。ねえ、その MS さんと共演してたりとかしたことあるのかな、どっかで根付くね、根が根付くね、勢いよく吸収するね、マインド、外がこう慌ただしい、こう争いとか、なんかいろんなこの雑念の中から、自分のこのインナーの中のこうあふれる思いっていうのを集めなさいっていうカードになるんで、彼自身メンタルが病んでたってことはまずないと思いますし、病気だっていう風な感じではないと思うので、何かしらこう働きがあったと思われます。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。また詳しくお便りをいただいた上で、いろんな方向でタロットでもうちょっと詳しく配信していきたいと思います。ありがとうございました。